皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は上腕二頭筋を鍛えるトレーニングでオルタネートダンベルカールをご紹介していきます。ダンベルカールの、ね、やり方は以前別の動画でご紹介をさせていただいたんですけども、今回はそのダンベルカールを片手交互にやっていくバリエーションになります。まあ、交互にっていうのはオルタネートというね単語で、交互にダンベルカールでオルタネートダンベルカールという名前がついております。でやり方なんですけども、まあ、最初の、ね、ポジションはもう普通のダンベルカールと一緒ですね。足幅はまあ大体腰幅ぐらい、つま先はもうまっすぐね平行に正面を向けておいてください。でしっかり肩を落として背筋を伸ばしてダンベルを持ったところから、という感じでね、交互でダンベルカールを行っていきます。まあ、これだけなんでね、基本的な注意点はダンベルカールと一緒です。肩が上がらないようにしっかり肩を落としたままダンベルカールを行っていただくというところと、肘をしっかり固定してあげる、肘が動かない、肘が大きく動いてしまうと上腕二頭筋から負荷が抜けてしまうので、しっかり肘を固定したままやっていただく。で、ことと疲れてきても反動を使わない。しっかり体を固定して行っていただく。ここまでは普通のダンベルカールと中点は一緒です。なんですけども、ここから先がダンベルオルタネートカールならではの注意点なんですけども、動かしてない方の休んでる方の腕なんですけども、これ決して休んでるわけではないので、ダラウンドで力を抜いて伸ばしきらないようにしておいてください。肘が伸びきる手前でしっかり止めておいてください。で、動かしてる方も下ろしきる手前で止めて反対側を動かす。いうところに、このオルタネートダンベルカールの一番のコツがあります。で、なんで伸びきって休ませてはいけないのかというと、この上腕二頭筋という筋肉ね、どうしても腱のね、反射を使って動きやすい筋肉なので、両腕でリズムよく動作を繰り返していると、だん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 ですね、ストリップにやってるつもりでも、腱の反射でね、この一番切り返しのところで上げてしまって、筋肉から実はね、負荷が抜けてしまっている、そういうケースがあるんですよ。で、それを防ぐために伸びきる手前で止めといてあげる。で、筋肉でしっかり支えておいてあげる。しばらく支えておいてあげると、腱の反射が使えないので、その腱の反射を殺す。そして、上腕二頭筋でしっかり動作をする。というのができるのがこのオルタネートダンベルカールですね。まあ両手でも全然いいんですよ。この下ろしたところで1秒止めて上げてでもいいんですけども、なかなかねこれ疲れてくるとやっぱりリズミカルになってくるんですよ。やっぱすぐ終わらせたいんで、オルタネートでやると、ね、自然とそういうズルをできなくなってしまうので、こっちやってる間は絶対こっちで止めておかないといけないんで、というふうにやってあげると、腱の反射でパーンと切り返す動きがなくなって、しっかり上腕二頭筋で常に動作をできるようになる。で、より上腕二頭筋に効かせることができるようになるので、普段ね、ダンベルカールとかバーベルアームカールをやってて、なかなかね、上腕二頭筋効いてる感じがしないなとか、前腕にばっかり効いてて、上腕二頭筋効いてる感じがしないとか、あんまり太くなってる気がしないとか、そういうふうに感じている方は、ぜひ、オルタネートダンベルカールを試していただけるといいんじゃないかなと思います。たまにね、ジムでこうやって交互に反対のダンベルを上げながらもう反対のダンベルを下げてやってる方いらっしゃるんですけど、
これはもうそれこそリズミカルに剣の反射を使ってカード動作を行っているので、あえてオルタネートでやる意味がなくなってしまうので、あんまりおすすめは個人的にはしてませんということでね、今回はオルタネートダンベルカールのやり方を紹介させていただきました。基本的にはこの両手でやるね、ダンベルカールとか、イージーワーを使ったバーベルのね、アームカールと変わらないんですけども、このオルタネートならではのメリット、コツがありますので、そちらをね、しっかり意識していただいて、太い上腕二頭筋を作っていただければと思います。他にもね、この種目のコツが知りたい、こういう種目を教えてほしい、そういうことがありましたら、ぜひコメント欄に質問よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。